さん、無理アイテムお願いします。お願い、締め。配信外のあれだからね。すげえ、すげえ。反射じゃなくて今ラッピングしての顔、ラッピング、ミディキューブのラッピングで、これはあのあんこ鍋の作ってた汁、余った汁。やべえことになるぜ。あ、もう今飲んでない。麦茶飲んでる。友達と飲んでリモート会議。これ食べて30分で寝る。このスープとのぐりを合体しちまったら大変なことになるぜ。ありがとう、太鼓ありがとう。みんな無料アイテムお願いします。無料アイテムお願いします。大丈夫か、大変なことになるぜ。喧嘩ってどういうこと？うん、私もノグリ作ろうかな。じゃあ深夜のミョンしか勝たんな。深夜のミョンしか。ふわちな私家賃年間。うまっ、えぐっ、ね、ふわっちがどんどんすごい大きくなっていきますね。ほんとだよね。サーバーちょっと対処お願いしますよ。本当だね。うん。サーバー、本当だよ。ちょっとねえ、本当本当。のぐりしか勝ちません。ぴょんぴょんぴょん。これ食べてねえよと。うん。すごいね。見て。面白い。面白い。面白い。あのメディキューブのさ、あの寝ながらマスクってやつを塗ってます今。面白いね。ありがとう、うん、そう、これ寝ながらマスク。
前じゃ金杯の息までいけない。金ちゃんは金ちゃんで、私は私で、ね、みんな違ってみんないいんだっつうの、ね、みんな違ってみんないいんだよ。いやもう最近ちょっとね太ってきた、やばい。そう、私は私でいいじゃん、それでいいじゃんね。ごめんね、なんか深夜になんか一人で食べるの寂しくって、一人で食べるの寂しくなっちゃった、うん、あれうめ、あ、美味しいでしょ。チルソンサイダーね、キリッとしてあんまり甘くなくて。ヒコポン夜更かしダメだよ、夜更かしダメ、絶対に。私はもうこれ食べたら寝るから、これ食べたら寝るから、うん、いやちょっとね友達とあのリモート酒会してたの。たまにはいいじゃんリモート酒会ね、リモートお酒会でちょっと気持ちくなっちゃっただけね。まだかな、うん、これでいい感じ。これあのこの前のあんこ鍋のあの取りすぎた出汁のあまり、うまっ、チーンだ、うますぎて。暑すぎて大変だ、うん、いや私も太りますよ。太ってるとこみんな見たことあるでしょ。去年とかやばいよ、35キロから55キロまで行ってるからね、去年の1年間で。やばいよね。
私も太るよ、ね、食べ過ぎたら太るよそりゃね。熱っ。これ食べ過ぎたら太るよ。去年は38か。身長あっても太ってて、ねね、みんな辛い。泣いてるのかと心配した。え？なんかあった逆に。どういうこと？どういうこと？え？なんかあったの？え、何？なんで？顔がテカテカだから。あ、そこと。面白いね。メディグルのそうコラーゲンマスクやってる、うん、ラッピングマスクやってるの。これね、綺麗にピリピリピリって剥がせるから気持ちいいんだよね。次の日ベタベタしないし、キャリーちゃんとカシンくんのことどう思う？え？いいじゃん。どう思うか？いいじゃん。サラブレッドじゃなくて、なんかいい相性良くない？全体的に、配信的にも。相性良くない？いいじゃん。この先が楽しみだぜ。結婚編まで来そう。ね。ラブラブでいいじゃんね。ラブラブでさ、そのラブラブはなんかいいよね、見てて。
で冷めかったか、うん、ね、前さ黒髪にしようかな。黒髪イケメンちょっと嬉しい。今めっちゃ暗くない？だって黒いのも結構合ってる。暗い色これ食べて、ねえ、おっと、これ食べて、ねえ、おっと、シェルのが似合ってる。そっか、まあね、どんなに暗くしてもまあね、絶対に明るくなるんだよ。地毛が明るいから。分かったよ。太りたくないから今日だけ、今日だけってか、萌えちゃん髪かわいい、ストレス大丈夫、ありがとう猫ちゃん、猫ちゃんナイス、大丈夫だよ、全然ないよ、ノンストレス、ノンスト、ノンスト。あ、こんだけ食べてるから最近食欲やばいんだよね。うまっ。シェリー2週間後は私も思った、シェリー食うのかなって。これ剥がさない、明日の朝まで剥がさない。なんでこれやってるかっていうと、なんかさ宿毛するとさ2日間洗っちゃいけないから、顔周りこれさあれしちゃいけないじゃん。私結構ね縛るタイプだから、なんかこうスキンケアの油分がつくのが嫌なの。だからラッピングしてるの今、ラッピング、顔メディキューブラッピングしてる。ダメなの、使っからちゃいけない言われた、ちゃんとラッピングしてる。だからの朝入ってって言った。うますぎるねえねえ、あんこ鍋ってさどこの産地がうまいの？あんこ鍋を求めてまた旅したいな。どこ行けばいいんだろう。マジ？わかった。またあんこ鍋、また中身なんて行かなきゃね。
わかりました。あんこう鍋求めて、大量に買っちゃおうと、冷凍庫空っぽにして、えべおい、あぶね、中身なといい子と三田さんと、うん、ありがとう、キメが、むーちゃんありがとう、それと合わないよ、奥ゆかしくない、タイトルの煽り配信してる、あ、レモンさんちょっとあたおかだからね、だから自分がそうしたくて、そうしたいって宣言してんの、あ、うまっ、ごちそうさまでした、うん、奥ゆかしいって言葉は忍法さんからね忍法さんからね、大丈夫、拭い、即拭いたら大丈夫、あぶねえ、まあそんな感じでね、あ、これで、じゃあティッシュじゃなくてこれパックラッピングね、これふ食べ過ぎまい、ほんと樋口やばいな、なんかもうここが、この上が出てる、やばいよ、やばいよ、マキちゃん飲みす、食べ過ぎ、うん、あ、あ、あ、ね、せっかく脂肪吸引したのにね、ちゃんとやんないと、みんなに食べてるとこ見てもらってよかったわ、なんか一人食べるの寂しいじゃん、一人食べるのだしね、余計あのね、一人ボコって出るんで、でもだとしても、うん、いやいやいや、でもこういう時もあるから、こういう時もね、お、起きてたんだね、みんな。使うこと本当にウケるのって、アイドルになりますよ。次のステージ行くんで。そうですね。次のステージ行きます。ネクストステージ。ネクストエリアネクストエリアです、うん、アイドルになります、うん、ふわっちエリアがいい、
ちょっと私も、ね、新しいステージ行かないとなって思ってて、これガチ、いやちょっとあの事務所にあのスカウトされたんで、これ多分パルチャのニュースになると思う今日。ちなみにそこ、そうトリンドル・レーナがもう一人の姉妹でやってるから、ワンチャン3人目で行こうか、トリンドル・マユで、うん、まあ別に2人いても2人いるんだ、3人いてもね、トリンドル。どんな感じにスカウトされたの？え、なんか歩いてたら宝石ですかって、原石ですかって。いや別に別にって、まあ原石ですけど、原石ですけど何かって。そしたら名刺くれた、名刺を配信中にね。でちょっと私配信中なんでって言ったら、あ、じゃあちょっと連絡待ってるんでって、あ、じゃあ皆さんちょっと終わります、でも寝ます、ガチで。で明日、今日はねイベント最終日だからね、イベント最終日頑張ります、頑張ります。で無料アイテム持ってる方今ください、寝ます。ちょっとね一人で食べたくなくて寂しくってね、みんなと食べたかっただけ。ありがとう、寝ますね。もう今日はもうイベント最終日だよ、入賞しますから。待ってろ、マジで、ゲンさん。じゃあおやすみなさい。バイバイ、おやすみなさい。